はい、こんにちは、てつこむです。今日はね、冬ということなんでバッテリー上がりに対していい商品を買ったのでレビューしたいと思います。僕もともと鉄馬とカモシカっていうだけあって、まあハーレのスポーツスターを持ってたんですよ。で、それをこの XT600E に乗り換えたんですけど、両方まあ冬にバッテリー上がりを経験してまして、で、その時に二輪間でジャンプスターターを買ったんですけど、まあ両方エンジンはかからなかったんですよ。で、バイク屋さんとかにそのことを話したら、これ 600cc の単気筒なんで、ハーレーも、僕パパさん乗ってたんですけど、まあパパさんで2気筒なんで1気筒 440cc みたいな感じなんで、やっぱこうクランキングさせるのがすごくパワーがいるみたいで、だからまあ一般的なジャンプスターターではちょっとエンジンかからないんちゃうかっていうふうに言われて、これでいろいろ今回探したんですよ。じゃあホワイトベースの二宮さんの動画とかでこのジャンプスターターだけは結構いいよみたいなが紹介されてたんですけど、もうアマゾンとかどこ探しても売ってなくて、なので他の代用品探そうと思ったんですけど、僕のまあそのバッテリーというか電気というかバイクというかこの知識ではどれがいいのかさっぱりわからなかったんで、それでもまあめげずに探したところ、このオートウィットさんっていうところの、スーパーキャップツール、まあ僕はライトの方を買ったんですけど、これがバッテリー上がったハーレーとかのエンジンをかけてる動画とかがあったので、これは期待できるぞと思って今回購入したのでレビューしたいと思います。で、これが普通のジャンプスターターと違うのは、まあ一般的なジャンプスターターっていうのはリチウムイオンバッテリーとかが中に入ってて、それをまあオートバイのバッテリーの代わりとして使って、セルを回すっていう形みたいなんですけど、これに関してはスーパーコンデンサーっていうのが内蔵されていて、今あるこのバッテリーが容量の少ない、バッテリー容量って電圧が低い、その電気をこっちの方に吸収するんですって。吸い上げる、で吸い上げた電力でエンジンを回すっていう代物なんですよ。なので事前に充電しておかなくていいんですよ。これはなかなか画期的なんじゃないかなと思って今回これをちょっと買ったので、この 600cc の単気筒のエンジンがかかるようであれば大概のバイクは大丈夫なんちゃうかなと僕は思ってるんで、最後まで良ければ見ていってください。果たしてかかるでしょうか。で、中にはこういう本体、ワニ口クリップで USB のコードとシュガーソケットのコードが入っています。で、中の説明書もちゃんと日本語で書いているので親切だと思います。じゃあちょっとやってみます。今の状態でエンジンかけてみます。かからないですね。今これで充電されていってますね。見えますか？ここが。43%、44%。じゃあちょっと待ちたいと思います。あ、チャージが完了したみたいですね。そしたらここにある赤いボタンを押したらカウントが始まって、この間にThank you.
ダメでした。かからなかったですね。で、今ので 64% まで。もう一回やってみましょうか。ちょっとね、今ね、あのチョークも引けてなかったんで、で、もう一回、今回はね、チョークも引いた状態で、かかりましたね。すごい、かかった。かかりましたね。これすごいですわ。ハーレーとか、あとこうビッグシングルに乗ってる、まあ、SR とかもそうなるんですかね。この冬には必需品になりそうですね。で、ね、これね、鉛バッテリーは普通に多分いけるんやけど、リチウムイオンがどうなのかがちょっとわからなくて、もしわかる方とかいたら、あのこれリチウムイオンバッテリーも使えるのかが何回調べてもちょっと出てこなかったので、コメント欄とかで教えてもらえたら嬉しいです。いやー嬉しい。ちょっと今日仕事終わったら走りに行きたいと思います。こいつで。ではまたお会いしましょう。